はい、皆さん、こんにちは。えー、私は格ゲー業界にある名言が大好きです。私の一番好きな名言は友人から教えてもらった、不敗神話を誇る伝説の格ゲーマンの名言です、えー。とにかく勝つことが全て、見せるためのプレイはしないし、要求されてもできない。強技があれば率先して使い、無限コンボだろうとエーパーだろうと入る状況なら狙う。<laughs> 負けた時に言い訳をしたくないから。それをやってれば勝ってたのにと思いたくない。寒い、つまらない、卑怯、レバーが悪い、調子が悪い。これは自分の中では、中でもタブー。負けた時の言い訳にしかならないからだ。 相手に暗黙の了解を打ちつけて、それにそぐわない相手に対して批判して、安心感を得るための言葉。自分の価値観を押し付けるなら、最初から一人用のゲームでもやってる。価値観は自分の中にだけあるもので、違う価値観同士をぶつけることにこそ、対戦の醍醐味がある。ゲームイコールルールの中の遊びなのに、それ以上の外部ルールを加える必要はない。ゲーム上では何やっても、ルール内ルールの中では自由なのだ。負けても悔しければ、勝つために何でもやればいい。逆に自分がその手の言葉を言われるとしてやったりという感じである。<laughs> たとえ試合に負けても内容で勝てばいいという人がいるが、俺には意味がよくわからない。そういう試合が100試合続いたとして、その人はまだ同じことを言っていられるだろうか。内容で勝ってでも100試合に負けているという現実はどうでもいいのだろうか。たまに勝てばいいなんて虫のいいことを言うやつは何を考えて生きているのか疑問に思う。そもそも内容で勝つってどういう勝ち方なんだろう。自分は強くないとは言わない。今まで対してきた人にし倒してきた人に失礼だから。それに自分が弱いからと思って対戦していても、そこに理論や哲学はありえない。そ,れそこにあるのは、 負けた時の言い訳に事がか,かない自分だけである。そんな考え方で勝っても相手に失礼だ。この名言を聞くと時にかっこいいなと思いました。ハイタさんが知っているおすすめの名言などあれば教えていただけです。長文失礼いたしました。ま、あ確かに、あのー、<laughs> この名言に関しては、相当かっこいい。うん。これあの、ケイスケさんの、えっ、ー、とー、セカンド時代に書いた。うん。なんていうかな。 スト3セカンドで、まあ、その同人誌みたいなのを出してたんですよね。攻略本みたいなやつをかっ、えっと、書いてて、で、そこの、まあ、あの、その同人誌を作った人の、まあ、最後の後書きみたいな、多分感じなんですよね。で、そこでケースケさんが多分これを載せてたんですよ。これって、いや、これね、ケースケさんが言ってるからこれめちゃくちゃ面白いねんけど、もう全部、すべてがブーメランになってるから面白いんやけども、 このセリフ自体は確かにそのね、かなりかっこいいこと言ってる。特に俺この最後のセリフ。自分が弱いからと思って対戦していても、そこに理論や哲学はありえないっていうこのセリフ。これは確かに <laughs>、ここを好きやわ、俺。そうやと思う。うん。だ自分に自信がない人は、 結局、そういう、自分なの哲学は持てないよねっていう。うん。自分は強い、自分は正しいと思ってるからそこからそこに理論、哲学があって、それをぶつけ合うのが対戦だという。うん。これはかなりいいね。まさにその通りだと思う。まあ、ケイスケさんが言うとね、今絶対そうじゃないやろっていうのが面白いところなんですけども。うん。いやでもこれすごいよなぁ。 考えられへんよな、こんなにガチでやってた人がいるっていう。だからその、この当時って、まあ、多分1990年の後半ぐらいの、うん、多分、でいいことなんですけど、ま、あ本当にその、なんていうかな、俺たちはで、ゲームはもうガチでやろうぜ、遊びじゃねえんだよっていう人たちが割と、まあ、ま、ま、多かったのか出てきたのかわかんないけど、うん、まあ、そういう感じの思想があったんやろうね。うん、俺たちはこれぐらいガチでやってるぜっていうのをいかにこう、 人に伝えたいかみたいなとこですよね。うん俺もあの、セーバーやった時に、なんだろうな。セーバーって、オートガードっていうシステムがあるんですよ。そのゲームのシステムの中で、勝手にガードしてくれるっていうモードがあるんですよね。で、それなしでやってる時点で、俺らってガチじゃないですよねっていう発言をしたことがあるんですよね。セーバー勢の前で。それが結構ね、なんつうかね、 荒れたっていうか、で、俺からしたらほんまにそう思ったんですよ。だってゲーム内のこと結局自分たちで縛ってるじゃないですか、みたいな。それやってる時点でガチじゃなくないですか、みたいな感じで言ってたら、結構いやいや、みたいな。じゃあ、ウォードガードありの大会やろうか、みたいなぐらいまで発展して。まあ、結局でもまあなんかやらんかったんですけど、だから言うたら、X の号機でもそうっすよね。X の号機とかも、 使なんで使わへんのかなみたいな。だから結局でもその時はそういう結構思想っていうか、だか要するにゲームって、あの、突き詰めていったらいかにみんなが楽しく遊べるかってやっぱ思うんですよ。今はね。で、当時はなんかそういうガチであることが正義みたいな思想があったんで、まあなのでそういう風に思った時もありましたけどね。うん。でも一つはでもそうじゃないじゃないですか。合気使わない方が楽しく遊べる。から合気は使わない。大会でも使わ,使わせない。 まあ今だわかりますよね。なんでそうしてんのかっていうのが。で、ハイしておすすめの名言などあれば教えてくげたいです。うーん、格ゲーマーの名言か。い,いや、いろいろあるんやろうけどな最近やったら何かなでやっぱ、アイハブ孫が結構出てくるけど、でもアイハブ孫はやっぱあれはい、ええー、名言やな。うーん。てか、スト5になってからその名言らしい名言って言ったら、アイハブ孫。う お母さんに見てもらいなはなかなかマニアックな名言ですね。トーマスとかの。あの、相手がコンボ、コンボ見せたときに、ナイスコンボ、お母さんに見てもらいなっていう、まあ、決め台詞があるんですけど。まあ、あれはなかなかいいセリフですね。それトーマス語録です。うん、<laughs> 結構トーマスさんの語録はね、あの、お母さんよく出てくるんですよ。<laughs> ういうああ、住所。でも住所を教えり名言じゃないな。ちょっとなんか、ユーモアが一切ないから。ストーファイバー。まあた、まあ、確かに、単力。え、文字の単力、え、良かったな。まあ、確かに。まあ、あれは名言だね。いや、浸透してないです。<laughs> 全然浸透しない。関西ローカルの名言。名言っていうか <laughs>。ゲームの中ぐらいでは勝ちたかった。全部勝っとるやろっていうな。<laughs> まあ、あれもある名言ですね。 いや、買ってると思うねんけどなって、誰もが思ったっていう。まあ、他何かありますかね。おすすめの名言。だ忘れちゃうよなやっぱなかなか。そういう名言っていうのは。まあ、そう、あ、確かにそういうゲームじゃねえからこれはまあ、でもそういうゲームじゃねえからやっぱ俺はでもほひひですけどね。ほひひは相当な名言やと思うな、ね、何回聞いたら面白いしなうん。あ、ドグラガンには結構こすられてるよ、ね、いろんなところでね。 でも結構あのさ、S、ストリートファイターリーグのさ、あの、最後のさ、紹介みたいなんでさ、結構あのー、ジジネタみたいなのをいじってんの結構面白いよね。あれ、すごい、身内の人が考えてんじゃろうな。なんか、見せつ、なんか、ドグラの弾力みたいな。結構、い、いじってるやん。勝たせてはいけない男、孫がどうたらとか。あれ結構面白いよな。それ多分あれは、そうよね。うん。あの、すごい内部の人が考えてんじゃろうなっていう。あー。 わ、それが、それが、私、ガード不能だったということに気づいたみたいな。あれもいいね。あの、上海のね。あの、え、なんかあの、翻訳された。あれは名言だな。うん、私はその、置き締めされた時、そこに置き詰めされた時に、前に入れても、レバーに入れても、ガードができなかったみたいな。そして最後に私は、それがガード不能だと気づいた。あれねいや、あれでも最高やと思うね。うん。めちゃくちゃいい。 文章やね、結構、いい、あの、シャオハイのね、インタビュー面白くて、だから、孫さんが中国に行く前にち、孫さんが中国に遠征に行くみたいな、時に、シャオハイに一インタビュー受けてて、それをが結構文章になってて、それとかめっちゃ面白いねんな。うん。孫さんはやはり、なんか、格闘護神に比べると、少し劣る印象ですみたいな。 な,なんなその孫より強いなんか人も中国にはいますみたいなのがすげえ不損な文章が,発が多くてで孫さんは KOF もプレイするしてるようなんですがどうですかみたいな、うん、なんか興味がありませんみたいな,なんか、うん、私が KOF で負けることは絶対にありませんみたいな。<laughs> なんかね <laughs> もうめちゃくちゃくそんなんよ、シャワー。もうストホンーの時も、もうバチバチの時ね。うん。だから結構インタビューの人は、孫さんが KF をやってるっていうのを結構押してて、いや、でもイレブンでは孫さんは強いらしいですみたいなこと言ったら、いえ、私が KF で負けることは絶対にありえませんみたいな。うん。とにかくそんなことよりストホーの話をしましょうみたいな感じで。うん、あの文章もめっちゃ面白かったな。 たぶ、うんだ多分まだ会う前やね。孫さんと、シャオハイが一回も対戦する前。でもそこで多分シャオハイ買ったんじゃないかな。で、シャオハイはほんで、あの孫さんのことを結構苦手に思ってるらしい。あいつ、なんか暴れ方が意味わかんねえんだよ、みたいな。どこで暴れてるかわかんねえんだよ、あいつは、みたいな。っ <laughs> てで、なんか <laughs>。昔 CB とか言ってたんな。<laughs> なん孫さんのこと,と苦手にしてる僕がってんな。<laughs> 実際孫さんは結構シャオハイに勝率良くて。やっぱそのドラマが。 あるよねっていう。通訳で盛られてる可能性ああ、かなり盛られてる、盛られてたね、やっぱりね。うん。ジンキさんっていう人が結構通訳をしてたんですけど、森のジンキって言われてましたからね。もう明らかに上海を一言二言とか喋ってないのに、だいぶなんかこんな強いよこと絶対言ってへんやろみたいなことめちゃくちゃ言ってたから、まあそんなとこですかね。いや、格闘ゲーマー名言集みたいな、なんかその、欲しいよね。ウィキみたいな。 ジンキさんめちゃくちゃイケメンでね、ところ構わずナンパするからあの人ちょっと困っ、困んねんな、うん。ムックみたいなの欲しいね。ウィキとかでなんかこう。でもなんかウィキの編集もなんかあれなんやろうな。いやこんなんウィキに入れるほどでもねえだろうみたいな、そういう感じでなんかこう、あれんねやろうな。うん。有志の人がやってくれても。あー、ツイッターに名言ボタンあんのか。あー、そこ、あ、でもそれ見たら結構わかるやろうね。だから梅原さんのね、昔の名言とか面白かったもんね。あの、いやー、体を笑いすぎたとかね。 なんかああいうのとかも、面白かったですよね。あ、こんな、こんな人なんや、みたいなね。まあ今ってこそ、今ってなんかそ、なんで名言が生まれないかっていうと、配信でこうね、やっぱ、みんなが喋るから、一つずつの言葉の価値がこう、すごい下がっちゃってるんですよね。うん。だから、昔はその、それが配信がなかったから、この人があんなこと言ってたぞ、みたいなのがこう、噂になってたから、それで名言ボットみたいなね。風になったんやろね。名言ボットで名言になってたんやろね。